回の続きからやっていきましょうか。前回はですね、レジェンドレアと、スーパーレアの紹介というか効果を確認しました。モエロドギラゴンの新しいパックですね。多分明日かな。今はちょっと6月19日のまあ6時ぐらいに撮ってるんですけども、まあ明日ということで発売がもうすぐですね。なので今回はベリーレアの方を見ていきたいんだけど、どこからがベリーレアだ。あ、だ。ここからベリーレアですね。ずらーっと何種類あるの ?11 種類もあるのベリーレア。結構ありますね、ベリーレア。じゃあ見ていきましょう、上から。3回ブッディ。エンジェルコマンド、侵略者。光のコスト5、パワー9500。自分の光のクリーチャー1体を上に置く、侵略光のコマンド。で、このクリーチャーが破壊されたとき、墓地に置く代わりに自分の手札にあるクリーチャーを1体、このクリーチャーの下に置いてもよい。このクリーチャーの下にカードが3枚以上あれば、このクリーチャーはワードゾーン離れない。あ、離れない系のやつですね、この子は。自分の手札にあるクリーチャー1体をこのクリーチャーの下に置いてもよいってことは、まあ、破壊されるたびっていうか、破壊されるときに自分の手札があれば、とりあえず生き残るよってことですね。置き換え効果で、まあ、代わりになので、まあ、そのまま場に残ると。で、それが3枚以上あれば、離れなくなると。結構強いですね、この子。なので、まあ、この子をどうにかするっていうのだったら、トンギヌスの槍とかになるのかな。そうなると、バトルゾーンにある相手のカード1枚を山札の下に戻せるので、このカードだったら、進化した。進化元のクリーチャーを1体除去してあげれば、このクリーチャー離れちゃいますね。まあ、なので、それさえ気をつければ、かなり強いカードになりますね、ブッディ。はい。まあ、9500でパワー9500、コスト5っていうのも強いですね。はい。じゃあ次、ライトデュエル。こちらはあれですね、パズドラとのコラボで、なんか出てきたカードですね。カードっていうか、クリーチャーですね。はい。エンジェルコマンドドラゴンで、光文明7コストのパワー7000。ブロッカーダブルブレーカーで、光のコスト6以下のクリーチャー全ての場所に勝つ。呪文の効果によって相手のクリーチャー選ぶとき、このクリーチャー選べない。なので、まあ、光の6以下なんで、このクリーチャーは対象外ですね。まあ、6以下っつったら結構いっぱいいますので、そこで固めてもらえれば、まあ、強いっちゃ強いですね、本当に。全部のボタンにかけちゃうんで、はい。まあ、ブロッカーだったら相手がアタックするたびにそのクリーチャーでブロックしたもんで、ブロックするたびにアンタップするクリーチャーとか、そこら辺を入れていただくと、もうずっとあのブロックできるっていう感じになるんで、まあ、強いですね。はい。呪文の効果によって相手のクリーチャーで武器結構のクリーチャー選べない。なんかあったな、前にもなんか言いましたよね。なんかいたな、なんだっけな。自身は、まあいいや、それはいいや、はい。まあそういう感じです。まあ選べないっていうので強いですね。まあ、光のブロッカーなので、ヘブンズゲートとかでも出せますよっていう感じですかね、はい。じゃあ次行きましょう。こちらですね。はい。革命流定式シリンダー。クリスタルコマンドドラゴン革命部。多分ベンちゃんが使うのかな。はい。コスト5、パワー6000で、水のクリーチャー1体の能力進化、ダブルプレイカー。このクリーチャーはバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンにある水のクリーチャー1体につきカード1枚引き止める。ああ、なるほど。はい。で、革命2で、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分のシールドが2枚以下なら、次の自分のターン始めまで、相手のクリーチャーは全てアタックまたはブロックできる。おお、おお、なんかプリンっぽいことしてくるな。プリンみたいなことしてくるな。プリンプリンじゃねえや。プリンか。まあいいや。サイキックのプリンですね。ユイが独尊の。あれみたいなことができますね。結構強いな、この子は。まあ革命2なので、シールドが2つ以下じゃないと発動できないっていうのがあるんですけど、まあ、それでも防御には強いと思います。フリーズなんで。はい。でしかも進化フリーチャーでダブルブレーカーなので、アタッカーにもらうと。かなり優秀じゃないかな、このベリーレアの中では。多分今後入ってくると思います。はい。じゃあその次、起点列。起点列かな ポーカード。ベリーレア。マジックコマンド侵略者。
コスト6でパワー6000の水文明ですね。でダブルブレーカー、このクリーチャーがアタックするとき相手は自身の山札の上から1枚を見せ山札の一番下に置く。そのカードがコスト5以上ならこのクリーチャーをアタックの後アンタップする。あ、アンタップできますねっていう効果ですね。このクリーチャーがアタックするときなんで、まあアタックするため相手の山札の上を1枚見れるっていうのもあるし、相手の山札をチェックできるっていうのもあるし、まあアタックの後アンタップするっていうこともありますから結構強いですね。でまあ気をつけてほしいのは、相手が速攻とか1マナ2マナで構成されてるデッキにはあんまり意味がないっていう感じで、まあ山札の上見れますけどそんなにあれ意味がないっていう感じになっちゃうんで、まあやるとしたら高コスト多色の5色コントロールとか、まあ、そこら辺イメンブーゴとかそこら辺の高コストのデッキを相手にすればなんとかいけるかなって、まあ、わかんないんですけど相手がどんなに使うか、まあそれでもまあそういうデッキには使えそうですね。でもまあ使わないかな、自分は使わないですね。はい、じゃあ次行きましょう。復讐ブラックサイコベリリアン、デーモンコマンド侵略者闇文明のコスト5でパワー7000、進化自分の闇クリーチャー一体の上に置く闇のコマンドの侵略でダブルブレイカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時相手の手札を2枚見ないで選び捨てさせるということで、まあハンレスですね、普通にハンレスです。はい、まあ、コスト5で、まあ、相手の手札を2枚除去を入れてしかも自分がアタックできるっていうのは、まあ、かなり優秀じゃないかな。まあ、侵略なんでまあ勝手に出てくるっていうのも強いですね。本当にこの侵略っていうのはコストがどうなのか、マナゾーンにカード5枚なくてもいけるのかっていうあれがあるんで、まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。まあそれにしても優秀だと思います。はい、じゃあもうサクサクいきましょう。次も闇文明ですね。悪魔竜ダークマスターズ、デーモンコマンドドラゴンで闇文明、コスト7のパワー7000でダブルブレイカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時相手の手札を見て3枚まで選び捨てする。相手の手札を見て3枚、コスト7か、あコスト7か、まああの今まで相手の手札を見て選んでハンデスっていうのは、まあ、ジェニーが一番あれか有名どころとしてはジェニーかとか、あとはまあいろいろありますけど、まあ、ジェニーが一番わかりやすいかな。ジェニーだと4マナで1枚なんです、1枚ですね。でこのクリーチャーは7コストで3枚選び捨てさせるっていう感じなんで、まあコストパフォーマンス的にはまあ強いかな。まあでも7マナなんで、呪文だったらロストソウルとかガンビートブラスターとかあるんですけども、まあクリーチャーっていう時点ではまあ結構な強さというか結構強い感じですね。そうなると、はい、このクリーチャーも何かしら入ってくるのかな、多分。五色コントロールとかに入れたいな、俺は。俺的には。はい。じゃあ次行きましょう。不吉の悪魔竜、天山。デーモンコマンドドラゴンで闇の文明、コスト4。パワー1万3000円。コスト4で行きます。あ、これか。このクリーチャーだ。昨日上げた動画の中で、多分言ってましたよね。キラーザキルと合わせると強い。っていうカードですね。あの小次郎がアニメで小次郎が使ってたカードです。はい、このクリーチャーは可能なら毎ターンアタックするトリプルブレーカーで、このクリーチャーがアタックするとき自分の山札の上から13枚墓地に置くというカードです。13枚なんで結構削られます。はい、まあ、あの山札があのターン開始時っていうか一番最初のターン1ターン目は、30枚ある中で、まあ、このクリーチャー4コストなので、まあそこから、まあ、こう先行だったら3枚ドローして、なので27で、そこから13引くので、14枚残る感じですね。2回目アタックしたら確実に負けるカードです。はい、自分が2回このクリーチャーで2回アタックしたら確実に負けます。なので、まあこのクリーチャーの効果使うの1回限りがベストです。まあ1回限りって言ってもこのクリーチャー4コストでアタックするときに、まあ、自分の山札の上から13墓地に置くで、まあさっきやった侵略、自分のコマンド闇のコマンドがアタックしたら進化できるっていうのがあるんで、そのクリーチャーを置いていただくとまあ効果はなくなるので、まあ、その分抑えられるっていうのもあるじゃあありますね。はい、なのでまあ
とりあえずこのカードの気をつけてほしいところは、アタックは1回までということですね。毎ターンアタックしちゃう。アタックしたくなくても、まあ、毎ターンアタックするっていう強制効果があるんで、まあ、アタックするんだったら1回ですね。はい。じゃあ次行きましょう。お、バック剣豪、グレンモルド。またグレンモルドが出てきた。はい、ベリーレア。ガイアールコマンド、ドラゴン、ヒューマノイド、バック。コスターチの1万戦。スピードアタックはクワトロベーカー。うん。うん。はい。今までのグレンモルドよりちょっとあれだった。はい。まあ、パワーは高かったですね。はい。じゃあ次、バクリューネックス。ベリーレア。バクリューネックスって前なんかいたよね。なんか似たようなのがいたような気がするけど。はい。アーマードドラゴン、フレームコマンドで火のコスト6、6000。ダブルブレイカーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時またアタック続き、自分の山札の上から1枚目を見せる。それがファイヤーバードであればバトルゾーンに出す。それ以外であれば山札の一番下に置く。自分のファイヤーバードは全てスピードアタッカーへ。まあ、ファイヤーバードとドラゴンのデッキなんで、まあ、ゴルピアとか適当に入れていただいて、っていうデッキはできますね、普通に。はい。まあ、コスト6なんで、まあ、ゴルピアかな。まあ、あと今回新しく出る、なんか、コスト系のファイヤーバード、あちらも入れていただくと、まあ、強くなるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次行きましょう。革命類突進、突進目。トリケラ X、ベリーレアですね。ジュラシックコマンドドラゴンの、革命類。自然文明コスト並べパワー9000プラス、進化で自分の自然のクリーチャー1体の上に置くダブルプレイカー。このクリーチャーがアタックするとき、このクリーチャーよりパワーが小さい相手のクリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置く。革命に自分のシールランに2つ以下なら、このクリーチャーのパワープラス9000シール、クワトロブレイカーを得る。クワトロブレイカーになるのか。で、パワーも9000上がるので、1万8000。パワー1万8000のダブルブレイカーじゃなくて、クワトロブレイカーか。で、アタックするときにパワーが一番小さい、パワーが小さい相手のクリーチャー1体選んで、マナゾーンに置く。というのも、まあ、状況にも適してますし、まあ、アタッカーとしても優秀ですね。まあ、なんて言って、たらいいのかな、まあ、パワーが上がってクワトロブレイカーってのはいいんですけど、ちょっと微妙かな。コスト7なんで、まあ、コスト6とかだったら強すぎるし、まあ微妙なところなんですけど、うーんっていう感じですね。はい。まあ使いどころは分かりません。はい。じゃあ次行きましょう。幻影ミスキュー、ミステリートーテム。お、久々に聞いたのはミステリートーテム。はい。侵略者、自然文明コスト6でパワー3000。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、クリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに行く。その後、そのプレイヤーは自身の山札をシャッフルし、上から1枚見せる。それがクリーチャーであればバトルゾーンに出してみる。おう。おう。おう、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 おう。またこれ荒れそうですね。クリーチャーがバトルゾーンに出たとき、このクリーチャーをバトルゾーンに、クリーチャー1体選び、持ち主。自分のクリーチャーなので、このクリーチャーを、マナゾーンに置くことで、そのプレイヤーは自身の山札をシャッフルし、上から1枚にする。クリーチャーでは、また来たよ、こういうの。もう、キューブが制限にかかったと思ったら、今度はクリーチャーで出てきたよ。荒れるぞ、これは6マナで。ミステリートーテムはまあ、ミステリートーテムでいいと思うんだけど。これ、来たな、このまた。また、好きだな。マスターズはこういうの本当にタダで出すっていうの、まあ呪文がないっていうことでまあいいと思うんですけど、まあクリーチャーだしアタッカーにもなるし、で何かっていうと、まあ、マナゾーンも増える。もう完全にミステリーキューブなんですけど、ミステリーキューブのかなり上位互換になる感じですかね。あれは呪文とかなんで、まあクリーチャーってトリガーがない時点でまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、うん、そこはどう捉えるか。僕としてはこっちの方が使いたいです。クリーチャーの方が。はい。まあ、トリガーで呪文っていうのも強かったんだけどね。ピンチの時に助けてくれるっていうので。まあ、でもこのクリーチャーは自分のターンね、出せるんで、コスト6っていうのかな、ちょっとな。これがもしコスト5とかだったらね、でも出せちゃうんでね。まあ、コスト6でも出せるかな。サイレント。何だっけ、あれ。ポジトロンサインじゃなくて、インフェルノサイン。あれ違ったっけ？インフェルノゲートが制限だっけ？インフェルノサインだっけ？わかんない。忘れちゃったよ。
多分それでも出せないか。一応。あ、出せるか。コスト7以下か、あれは。多分大丈夫ですね。はい。まあ、多分これは荒れるんじゃないかな、ミスキューは。また。はい。っていう感じで、あ、ベディリア終わりましたね。これでベディリア11種以上です。まあ、レアとかは、まあ、ピューって見ていきましょうか。ちょっと。はい。コマンデュー。指令精神コマンディオレア、うん、ミラバラのカード1枚引く、ああ、うんうんうん、まあコスト5以下のクリーチャーがクリーチャーいて手札からカードを出しますよっていうカードですね。カード1枚引いて、はい、でトリカブエ、シールドトリガーで自分のクリーチャー1点のパワープラス3でしブロッカー与える1ターンの間、はい、でラ・クルスタブロッカーですね。でバトルゾーンに出るとき、相手のマナゾーンにあるカードが自分に動ける場合、自分の山札から2枚マナゾーンに置く。まあ、光のカードでマナゾーン増えるというのは結構ありがたいですね。4から2なんで、まあ、6で7につなぐということは、まあ、ライトテールかな。そこら辺につながりますね。はい。で、次、あ、呪文ですね。はい。革命ゼロトリガー。これは新しい効果ですね。クリーチャーがアタック、自分はアタックするとき、自分の収録が1枚もなければ、この呪文をコストシャードに取られても良いになるので、まあ、手札に取っておきたいカードですね。はい。この革命ゼロトリガーっていうのは、シールドに埋めるのではなく、はい。で、自分の山の力から1枚見せ、山の力から1枚下の力、それが光の力にちゃんだら、自分の山の力から1枚目を学ぞでね、裏向きのまま、新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置く。まあ、シールドが増えますよっていう。ね、まあ、呪文を唱えた後、墓地の代わりに山の力を変えてシャッフル。なので、まあ、墓地に行かないっていうので、ヤマフラに加わるっていうのも結構強いですね。まあ、このカードだったら、まあ、1枚減って、1枚増える感じで、まあ、プラマイゼロですね、ヤマフラは。まあ、結構強いです。はい。で、キテイズ・レイズ。マジックコマンドで侵略した。まあ、パワー1万世の進化。まあ、レアでも、結構、まあ、侵略とか進化のカードはあるみたいですね。で、破壊されてるとき、墓地から出ないものですので、まあ、回復しましょう。手札が入りませんよっていう感じですかね。はい。で次、サイバーアイチョイス。シールドトリガーで、トリガーを持つカード1枚自分の手札がコストシェアで取られても良いパトロールで取られます。カードだから何でもいいのかな？クリーチャーでも呪文でも。これもなんかな、使えそうだな、なんか来そうだな、怖いな。稲川知事みたいになっちゃった。はい。キテイズ・ベガス。はい。水。で、このクリーチャーをバトルゾーンに出たとき、相手は自身の山札を1枚見て、その後、山札の一番下に置く、そのカードがコスト5以上のカードを3枚引く。ドロソですね、完全に。まあ、相手の出来次第のカードが結構多いですね、今回。H ・コフーブ。サイバーウイルス。お、サイバー。なんか今度出来出ますね、サイバーの。なんかクソ高いデッキ。クソ高いとか言っちゃいけないか。ちょっと口が悪い。すいません。はい。で、シールドセーバー。で、このクリーチャーがバトルゾーンを離れたとき、クリーチャーを1体選び持ち主の手札に持ち込む。まあ、相打ちっていうか、おあいこな効果をお持ちです。はい。次、デスハンズ。ダークロード。ダークロードも久々かな？で、トリガーで、バトルゾーンに出たとき、相手のクリーチャー1体変えたんで、まあ、デーモンコマンドのクリ、デーモンハンドのクリーチャー版みたいな感じですね。はい。強いんじゃないかな。はい。じゃあ、キラードアイ。あれ？キラードアイってなんかで出てきた？忘れてた。で、このクリーチャーはバトルゾーンに出たとき、自分の闇の中で4枚墓地に置く。闇の進化クリーチャーは自分の墓地から召喚しても良いなので、これはまあ、コスト払いますね。召喚しても良い。まあ、タダレっては書いてないので、まあ、マナゾーンのタップ。まあ、マナタップは必要になります。はい。ストア必要になりますね。はい。で、なんていうの、革命のセイモン、セイモン、まあ、いや、闇文明のコスト4の呪文。で、また、革命ゼロトリガー。で、山札の上から1枚見せて、それが闇クリーチャーなら相手のクリーチャー1体破壊。で、山札に戻りますよっていうですね。まあ、相手のクリーチャー破壊なんで、まあ、いいでしょう。これ、多分闇文明のクリーチャーを、クリーチャーで固めて、呪文はこれだけっていう風にしないと、まあ確率的には低いですね。使える。はい。で、次。あ、これも、ちょっと、気になったカードで
ですね。はい。スクラッパー、シトル、アウトレイジですね。で、もう結構前じゃねえな。まあ、いつぐらいだろう、アウトレイジは。2年前かな。2年前に出てきたカードですかね、アウトレイジは。はい。で、非文明のコストなら。で、シールドトリガーで、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーをパワー、合計6000以下になるように好きな数選び破壊する。これ地獄スクラッパーです。効果は地獄スクラッパーで、コストも7で地獄スクラッパー。まあ名前にもスクラッパーって書いてあるんでわかると思いますけど、まあスクラッパーがクリーチャーになりましたよっていうカードですね。結構これも狙ってます、僕。はい。まあ今回何パックかまだ決まってないんですけど、まあ当たればいいですね。はい。で、音速ニトロフラグ。ヒューマノイドバブル侵略者。はい。パワーアタッカープラス2000。相手のシールが2つ以下なら自分の火のクリーチャーすべてスピードアタッカー。うん。これは革命じゃないけど、まあ、シールが2つ以下なっていう効果ありますね。強いな、でもスピードアタッカーになるな。とらね、ピンチの時がチャンスになる。うん。はい。で革命の鉄拳。火のポスト3でしても、革命ゼロトリガー。で、自分に余る上から4枚見せ、その中から火のクリーチャー1体選び、そのクリーチャー以下のパワーを持つ相手のクリーチャー1体破壊。これあれじゃないかな、なんか今度、大会でもらえるやつがこれじゃなかったかな。多分そうだったと思うんだけどな。多分これが優勝商品だったと思ったな。ちょっと覚えてないです。はい。現、従軍隊、ランボンバー、ゲリラコマンド。で、自然のクリーチャー1体のめくり。で、侵略ですね。ダブルブレイカーで、マラゾーンから召喚してもらう。たまに、クリーチャーマラゾーンに戻りますよっていう感じですね。マラゾーンから召喚してもらうのは、まあ、5マナで、もう、マナバクタン、もう、マナバクタンでいいんじゃないかな、もう、そこは。はい。はい。3ミカ、3バッカ。コス8。トリガーのガードマンで、バラゾーンでタップ。可能なら、クリーチャーアタック。なんかいたな、このカード前にも、なんか。だったっけな、なんかいたな。トリガーで可能ならこの子アタックしなければならないって。あ、オドルニードルだ。オドルニードルもそうですね。タップ、シードトリガーでタップして、まあガードマンではないんですけども、アタックし、このクリーチャーアタックしなければならないスレイヤーなんで、まあ強いですね。この子まあ8マナなんで結構高いですね、コスト的には。でもまあ守ってくれる分には強いのはありがたいですね。ガウマンでもあるんで、セニバに残った時でも、まあ、ちゃんと効果発揮できるっていうのは強いですね。はい。で、次、チャケ。スノーフェアリーですね。シールドセイバーで、このクリーチャーがバトルゾーンから離れた時、相手のクリーチャーに手伸び、マナゾーンに置く。これも相打ちカードですね。はい。で、次、X ガールズ。スノーフェアリーですね。これも多分アニメで。はい。出てきた腹黒 X のカードかな。多分そうですね。はい。自分の自然のパワー6000以上のクリーチャーの召喚コスト2スキャックス。コスト6。パワーが6000以上のクリーチャーなので、まあ、コストは関係なく、召喚コスト下げれるっていう、まあ、珍しいカードですね、これは。なので、まあ、コストが高いけど、パワーが低いクリーチャーの、さっきのシールドトリガーとかには、あんまり使えないかなっていう感じですかね。まあ、コスト0以下にならないので、まあ、コスト1までは下げられますよっていう感じになります。はい。てな感じで、レアは以上です。まあ、アンコモンとかは、そうだな、まあ、パック向いて、その時にも紹介しましょうか。まあ、一応、パーって見るときは28もあるんで、結構、まあ、録画時間的にもそんなに時間取れないんで、まあ、ちょっとパワーっていう感じで僕が見ます。はい。ちょっとまあ詳細とかはまあ公式のホームページ、多分明日更新されるのかな、公式のホームページ見てもらえば載ってますので、そちらをご覧ください。はい。今この情報はまあちょっと探して、僕はちょっと探してまあ見つけたやつなんで、はい。これって再録カードとかあるのかな？何枚かあると思うんだけど、再録カードとか。そういうのをちょっと見ていきたいな。新しいカードは新しいカードで面白いと思うんですけど、どういう再録カードが増えるっていうか、
来るのかなっていうので、前だったらねフェアリーライフとか、なんだで、なんだっけ、あー忘れちゃったとかね、結構あったんですよ。はい、サイロカード、こちらは気になるんですけど、サイロカードはないのかな、どうなんだ、サイロカード、サイロカード、あ、終わった、サイロカードない感じかな、今見た感じだと多分ない、まあ、こちらもちょっと明日パック買ってみたときに、まあ、ちょっと見てみたいと思います。あ、そうだ、あとこれ、これ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 、ピーピングチャージャーですね、コスト3で相手のシールド1枚見れるチャージャーです。これ気になってます。正直チャージャーっていうのも、相手のシールド見るっていうのもね、あんまり使い道がないんじゃないんですけど、まあそれでもファンで増えて相手のシールド見れるっていうので強いには強いんですよ。なんかこれもフォロワーさんでちょっとネタになってました。はい、まあこんなところですね。まあアンコモンとコモンはまあ出てからのお楽しみということで、はい、今回はあのベリーレアとレアを軽く紹介しました。まあ、このチャンネルで開封動画の方を上げていきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。今回はこちら以上です。また次回楽しみにしてください。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いします。また当チャンネル以外にもメイキングやゲーム実況などを上げているとある日常のデールレコードチャンネルもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。 Twitter やツイキャスでは全社との交流や最新情報をお届けします。下の概要欄よりぜひフォローしてください。ではまた次の動画で、さよなら。